Power of Dreams。 さあ、岩手県に向かってますが、今松島町を走っております。ルート的にどういう風にしようかなというのはちょっとまだ考えてなかったんですけども、まあいろいろな町を抜けていってみましょうか。まあお昼過ぎ1時ぐらいまでに目的地に着けばいいかなと考えております。まずは松島町ですね。出発点松島町で旧道入ってきます。これ国道346、昔の国道346がこちらでございます。今走ってるところ、これ昔の東北温泉なんですよね。確かそうです、そうです。で、トンネルが細いんですよ。トンネルが鉄道のトンネルなんで、うわあ、また今日も空が抜けております。最高ですよね。でまた国道346号線に戻ってきます。はい、戻りました。ここ右です。はい、松島町から鹿島台、ここ昔の346なんですよね。でこの橋越えて、ほぼほぼこの東北本線に沿って走っていきますよ。なんだろう、なんだったか。はい、鹿島台の次は松山町でございます。松山町、あれここって大崎市なんでしたっけ今。三郷ですかね。東田郡。眺め良すぎ。冬は真っ白ですけど、夏は緑ですよね。てる、こういうとこオフィシャで走ったら面白いですよね。ああ、松山町の次は小牛田町。はい、小牛田町です。美容室イーグル、これ楽天イーグルみたいなあれだと思いましたけど、ここ今日お休みだ。イーグルス小牛田町の次は田尻町でございます。宮城県の真ん中から右側ですね、少し右が田尻駅で左に行きます。うわ、天気いいな。あれ、俺ここ左だと思いました。天気悪いな。うわ、ちょうどここ境目だ。うわ、後ろは眺めいいな。向かってる方がすごい雲。うわ、後ろが真っ青。あー、ここから雲にかかる。これ県道1号ですよ。古川からどこに抜けるんでしたっけ、佐沼でしたっけ。あー、もっこりの夢ですよね。
あ、登米市だ。米山じゃない。登米市だ、登米市。もっこり。あ、こっちにももっこり。もっこり南方。来ました。佐沼の中心街。南方の次は佐沼。佐沼ですね。事故？警察だな。何が起きたんだ。やっちゃった。やってしまいました。またこれニュースで。ずっとあの現地に。多分おじいさんかおばあさんが乗ってたと思うんですよね。だいたい昨日か一昨日もそんな事故。見ないで出てくるんですよね。この事故はどうかは分かんないですけど。痛ましいな。あれここだったかな。そうですね、ここを曲がっていきます。後ろが若柳の町ですよね、確か。町ここか、間違ってました。ここです、ここです。ここいいですよ。昔の若柳駅ですよ。U ターンで行きますよ、ここ。だから無理だったら切り返ししてもらって。熱っ。シートが熱っ。栗駒さん、栗駒山。カノ姉妹を思い出します。あれこっちでやってなかったですか、コマーシャル。あの栗駒高原の水っていうコマーシャルやってましたね、カノ姉妹が。花泉町、あれ若柳の隣は花泉町なんですかね。あれ岩手県なんですかね。左行きます。サファリパーク、ここです、ここです。